日本ハム逆転負け、今季最多11失点。日本ハムがソフトバンクに6対11で大敗。投手陣が打ち込まれ、4点のリードを守れずに逆転負け。11失点は今季最多失点となった。先発の伊藤は味方が4点を勝ち越した直後、勝利投手目前の5回に捕まり3失点で降板。継投も誤算となり大量失点で試合が決まった。終わった。実に最下位らしい負けっぷりだったな。今シーズンワーストゲームオーズ。もうカードに勝1敗なら同じと思ってるだろう。明日のこと考えた継投としか思えない。今日は伊藤と立山はもう制せなあかんわな。伊藤が全然リード守れないのが全てよ。その後立野出した継投も謎。1点差でまだ勝ってるのに立野ってのが一番の失敗だったな。1点差のまま踏ん張ってたら打線も援護できたかもしれんのに。野手陣の調子落ちないといいけどな。先発も中継ぎも打たれまくりだし、ゲッツー取れないのもあかんよな。ハンソン守備よかったよ。ハンソンのファインプレー見れただけでよいわ。今日は近藤のホームランに悪あがきのリクエストしてたのが面白かったわ。こんだけ打たれたらコメントすることないです。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。